こんんにちは吉田さん億万長者合宿のやり取りね多分このやりとりをそのまんまコピーして別の人がやったところでその人も稼げるようになるんじゃないですかねなんかこの億万長者合宿のやりとりの中で確かに発信してる方は売り上げが生じてるんですよ入金があるんですよでも億万長者合宿に参加した人はどうでしょうかね少なくとも発信することによって利益を得ていきましょうっていうふうに まあ、この億万長者合宿のね、中央で言ってる限り、発信しない人は利益を得ることはないんじゃないかなと思うんですよ。うん、億万長者合宿、結局。一つのネタを広げていくとか、いろんな解釈をするって言いますけども、結局。発信し続けることなんですよね。だから、ケチをつけてきた人っていうのは、それで気が済んで、もうコメント欄に書くことないでしょだから、本当に安置するんだったら、船動画上げたら、船に安置してほしいですよね。生半可なことじゃなくて。 それですら我々の労力よりも労力を割いてないわけなんですよ。楽チンをしてるわけなんですよ。だから1億円を稼ぐのは私はね、そんなに楽ではないと思いますよ。だって現実、私は吉田さんがやってることにすらついてこれないわけでしょ。YouTuber <laughs> ーーとしてはもう底辺の二足三文のレベルの私たちについてこれないってことは、一体どのレベルで行動してものを考えてるのかなと思っちゃいますけどね。だから億万丈高志に、 参加したら本当に稼げるんですかって本当こっちが聞きたいですようんだから億万長者合宿に参加しなくてあなたは稼げたんですかで億万長者合宿に参加しても参加しなくても稼げない人もはやそれはあなたの責任でしょう何やってもダメな人なんですよということですよねだから何をやってもダメな人から何をやってもなんとかなる人になってほしいなと思うんでこれからもね発信を続けていつかまた行動して結果を出す人が 現れてくれるるかなと信じるだけですねどんだけやっても無駄かもしれないけどもその無駄も繰り返すことによってきっと残るものがあると思いますし少なななくとも発信しててる方は全然無駄になってないですからねだから受け取る方は無駄のまま終わってるからなんですよ無駄にならないレベルまでやってみたらどうかなと思うんですけどもね単純に。でいってらっしゃい。